対象地は、京都府続木組出町、田川在地の谷20の1、淀川水系多摩川に建設された、灌漑用の重力式、コンクリートダム湖である。2010年3月25日に、農林水産省のため池百選に選定された。また、平成の名水百選、日本緑摩川の一つの井手の多摩川の源流にあり、井手町対象池屋市と交流の空間として、 京都府警官資産にも選定されている。前身となる旧対象地道地に存在していたが、昭和28年台風第13号直前の南山城水害により幅100メートル、高さ30メートルにわたり決壊。下流の出町を襲い、大きな被害を出した。派遣の主な原因は、集中豪雨であるが、 堤防の設計や管理の不備なども専門家により指摘された。災害後、旧大正池と同じく破定した旧二の谷池の二つの池跡地を、淀川水系改修基本計画により再構築、1960年に現在の大正池が完成した。また、1994年、地域用水環境整備事業等により周辺整備が行われ、2004年には、 林業経営構造対策事業によって、バンガローやキャンプ場が整備され、井手町野外活動センター、対象地、グリーンパークとしてオープンした。京都府内の農業用ため池としては、唯一のコンクリートダムであり、ため池として、最大のものである。2006年に、井手町野外活動センターがオープンし、自然観察やため池の管理等にも利用されていて、センターを管理する。 NPO 法人が周囲の環境整備等を行っており、ボランティアや企業が協力して周囲の山林の整備を行っている。ありがとうございます。